エリック・ヒルゲンドルフエリック・アンドレアス・ヒルゲンドルフは、ドイツの刑法学者、法哲学者、ビュールツブルグ大学教授、シュトットガルト出身。1980年、高校卒業後ヒルゲンドルフは、中便現代学にて、哲学、近代歴史学、宗教学と法学を学び、哲学と歴史学は、ドイツ議員の言論の自由についての発展歴史についての修士論文を書き、 卒業。1990年には法律学での論調のテーマで哲学博士号を獲得。法学博士号は1992年にリスク社会での刑事製造物責任のテーマで獲得。1997年には刑事的事実発言と価値判断の確定についての論文で大学教授資格を得る。この教授資格を中敏原大学で得た後、 コンスタンツ大学で1997年から2001年まで、刑法学の教授を務めた。その後2001年から、ビュルツブルグのユリウス・マクシミリアン大学ビュルツブルグで、刑法を教えている。ヒルゲンドルフはこの大学で、刑法学、刑事訴訟法、法律説、情報科学法、インフォマティック法の研究所を持つ。また2010年10月から2012年12月まで、 同大学法学部学部長を務めた。ヒルゲンドルフは主に医学警報、バイオ警報、比較法学、コンピューターとインターネット警報などの分野で活躍している。特に法律基礎研究に力を注いでいる。ヒルゲンドルフは法律学に手の E ラーニングのパイオニアとして知られており、2005年から2009年にはバイエルン州バーチャル大学の法案評議会の委員を兼務した。 ヒルゲンドルフは、警報教育学会、分析的法哲学学会、ドイツヒューマニスティックアカデミー学術諮問委員会、ギオルダのブルーのファンデーションなどでの委員であり、ハンスケルゼン学会の通信委員でもある。医学警報とインターネット警報についての問題に、関してヒルゲンドルフは、幾重ともドイツ国会、ドイツ政府を対象に審議を重ねている。年よりヒルゲンドルフは、 ビュルツブルグ法律基礎研究所のスポークスマンを務めている。その上、ビュルツブルグ大学のプロジェクト、グローバルなシステムと異文化間能力の司会者でもある。この修学プロジェクトは、学問別に全生徒の異文化間で起こり得るコンフリクトの自覚、または分析、解決能力を鍛えるために設立され、他にも多数の比較法学的、インターナショナル的プロジェクトが上実のプロジェクトと、 関連している。2009年と2010年の間、ヒルゲンドルフは、ヤン・ヨルゲント・フェリックス・ティーデとともにビーレフェルトの学際的協力センターにての国際的研究グループの司会者を務めた。また、彼はトルコ、西アジアと東アジアとの法律的開発企画パートナーシップに力を注いでいる。2010年にヒルゲンドルフは、北京大学の両根林教授と共に、中国、 ドイツ警法教員学会を設立し、両国の学問的交流を進めている。ありがとうございます。